darkness envelops the moonless night. One man's blade flashes like lightning, his spirit a raging storm. From the shadows, he cuts through the darkness. よし、こっちは大丈夫そうだな。はあ、何が悲しくてこんな暇な。しばらく寝ていてもらおう。恩神符が破られた。砲術の結界か。だがここまで来れば十分だ。高層符が示す場所は近い。ここのこそ。ガボク様、祖国に力を。我らに救国の剣をもたらし、民をお救いください。親愛なる救国会の友人諸君、知っての通り、俺たちが愛する祖国は危機を迎えている。この状況を打破できるのは祖院党、そして救国会のみ。俺はすでに救国の剣ソウルエッジの在りかを知っている。おお、それでは。大いなる力を手にする日は近い。そのためには諸君らの助けが必要だ。約束しよう、このウォンガボクがお前らの望みを叶えると。さあ、巫女に祈りを捧げろ。お前らの力を貸してくれ。協力は惜しみませぬ。祖国に栄光。なんだ、あの光は。体が熱い。殺せ。一体どうし。いいね。さあ、みんな殺し合え。ソウルエッジのかけらに魂を捧げろ。生き残ったできるやつは一緒に祖国を救おうじゃないか。殺して殺して殺しまくり、綺麗な国にしてやるのさ。君は本当に派手なのが好きだね。ソインのお偉いさんに見つかったらどうするのさ。心配すんな、俺の砲術で覆ってるから。そうそう見つかりゃしねえよ。まあ、お呼びでない客が来ることはあるみたいだがな。な、誰だ。あいつじゃねえのか。まあ、お偉いさんじゃなさそうだ。どっちにしろ死んでもらうけどね。来い。やむを得ん。
逃す前に。はい、お前さん剣の腕も立つが武術を使えるのか。となると正体はどこかの同志様か、あるいはその護衛役か。だが呪符頼みじゃこの牙僕さんにはかなわんよ。雷火速発火球激戦、威勢は格々として豪華健康をあばねく満たすべし。琉球として律令のごとくせよ。すさまじい術だ。しかし今の俺ならば、炎帝雷火剣魂士、近づくことすらできんだろう。さらに液風勝負。うわっ、あっつっ、てめえ！もらったぞ。さらば。やるじゃないの。最初から狙いは破片だったが。ダメじゃないか、受援剣。僕はこっちじゃ戦うのが苦手なんだから。悪かったね、お姫様。ま、次はうまくやるよ。多分な。たまにはいいさ。僕も楽しいからね。戻りました、オサ。いちいち仰々しいね。スヒョンでいいよ、もう隠居してるんだから。で、守備はどうだ。教え通り天使符で包み持ち帰りました。全部で3つあります。これでやっと過去の後始末をすることができました。ああ、よくやった。こいつらには御者の死を施し、この遺跡の城魔鏡に備えておく。さて、私の授けた呪符は役に立ったか。はい、これならば奴らとも渡り合えそうです。そうかい。じゃあいよいよ大勢向かう頃合いだね。多くはないけど、新しく発布した符を持っていくといい。私は符法師じゃないから、強力な神器を込めるのは骨が折れるんだ。便利な符術も準備だけは手間なのが困りもんだね。ありがとうございます。使わせていただきます。くれぐれも無茶な使い方はしないでおくれ。特にこの白合符だけは。この符は一時的に大きな力を得られるが、術師の力に応じた反動を受ける。未熟な者が使う分には問題ないが、今のお前が使えば命を削ることになるだろう。あの時のこと忘れるんじゃないよ、ファン・ソンギョン。あんたは一度死んでるんだからね。
離散に戻るのも久々だな。この辺りで迎えが来るという話だったが、皆をお師匠様のもとに連れ戻したのも随分前のことになる。少しはあのおてんばぶりが落ち着いているといいが。こちらにいらしたのですね、ファン・ソンギョン様。どなたかをお待ちになっているのですか？はい、ここで迎えを待って。ミナ、ずいぶん印象が違うからてっきり。驚いた？最近はこんな感じにしてる方が多いんだけどね。ま、そのあたりは道中にでも話しましょう。じゃあ最近は学問の方も精を出しているというわけか。そうだよ、師匠五経とかまた読み直してるんだから。昔は苦手だったけど、今読むと考えさせられることも多くって。それになんかやっぱり親孝行しなきゃなって思って。お父様には迷惑をかけたから。皆からそんな言葉を聞く日が来るとはな。もうどういう意味よ。まあ真面目にしてればいざという時にいろいろ多めに見てくれるかもみたいな期待もあるんだけどね。うん、その理由の方が皆らしいな。お、道場が見えてきた。じゃ、そろそろまたおしとやかにしておこうかな。そういえばユンスンって覚えてる？最近すごい腕を上げててね。お師匠様、お忙しいところ時間をいただきありがとうございます。お前こそよくぞ来た。こうやって時折訪れてくれるのは嬉しいことだ。みんな、ファンの案内ご苦労だった。それでだな。はい、お酒はやめておきますね。兄様のお好きなゆず茶をお持ちします。それではお父様、ファン兄様、失礼いたします。ファンよ、ミナのことをお前には感謝しておるのだ。二度目の家出で何か学んだのだろう。あの子は随分変わった。これも全てはお前があの子を迎えに行ってくれたためだ。確かに二度目の旅は俺たちの人生観を大きく変えるものだったかもしれない。実はな、ミナには縁談の話もいくつか来ておるのだ。だがわしとしては今日は時間もない。まずはお悩みを聞こう。はい、相談というのは他ならぬ旧国の剣、ソウルエッジのことです。 Wang's mind reeled as he thought back on his second journey. Much of the information he risked his life to gather centered around one sword. Those seeking longevity call it the key to eternal youth. Those craving wealth know it as the treasure of kings.And to those defending their homeland, it is the sword of salvation. しかし、これらの情報が全て真実とは思えません。何が言いたいのだ、ファン。いや、それ以上申すな。お師匠様、ソウルエッジとは本当に旧国の剣なのでしょうか？
前が迷い悩んでいることはよくわかった。国を支える二つの派閥、ソイン党とトイン党の争いは知っておるな。はい、旧国の件の噂も初めはソイン党の支持を中心に広まり、トイン党は否定的であったとか。その通り。そして今もソウルエッジ探索に熱心なのはソイン党の者が多い。何せ陛下に剣の噂を伝え探索を進言したのは彼らなのだからな。そして探索の任務を与えられた中に私がいたと。我ら孫式道場はどちらの党にも組みせず中立を保っておるからな。だからこそこれまで我らは政治闘争の影響から逃れることができた。だが我が友でありお前も恩があるイ・スンシン殿はトインの友。何か一つのきっかけで我らは危うい状況に立たされる可能性もある。例えば私が旧国の件に疑問を抱いたりということでしょうか。ここ数年のソインとトインの争いは熾烈化の一途だ。ソインの王者チョンチョルは隙あらば邪魔者を粛清せんと狙っておる。今は国内で争っている場合ではないというのに。お前は昔から人のために動き己の身を一切顧みぬ癖がある。だが少なくとも今は身を滅ぼすようなことを考えるべきではない。しかし本当にそれで良いのでしょうか。私はワン、己自身をもっと大切にせよ。皆が変わったようにお前にも変わるためのきっかけが必要だ。気を使わせてすまなかった。ゆずちゃん冷めちゃった。せっかくお父様の分を持ってきたのに、私が代わりにもらおうかしら。ごめんねファン、私最後の方だけ聞いちゃった。構わないさ、俺も変わるべきなのかもしれないな。私は変わっても変わらなくてもいいと思う。ううん、誰かに無理やり変えられちゃうくらいなら変わらない方がいいよ。だって人は大切なことに気づいたらいつの間にか変わってるものだから。そのことを私に教えてくれたのはファンじゃない。みんな、ほらせっかく持ってきたんだから薬価でも食べてよ。はい。ああす甘いな。そうでしょ、私が作ったんだから。そういえばソイン島で思い出したんだけど、ファンは旧国会って知ってる？いや知らないな。ソイン島のウォン・ガブクって人に口説かれた時に聞いたんだけど、なんでもソウルエッジの正しい使い方を知ってるんだって。Juan Gabak told Mina that the Society of Salvation formed in just the past year. It's comprised primarily of young Westerners. It seems the Society possesses jewels connected to the Sword of Salvation. Rumor has it, a medium channels the jewel's power to aid followers in their quest for the sword. For what purposes the Society wields this power, or how they intend to use the Sword of Salvation, remains a mystery to those outside their ranks.ウォンガボクか。
皆だってもう大人だ。口説かれることの一つや二つ。いや、それより旧国会でな。どことなく以前出会ったクオリファイアという連中に似ている。彼らは邪悪な企ての果てに壊滅したというが、旧国会は誰だ。君がソンリョンファンだね。はじめまして、僕はアハトだよ。子供が一人で出歩いていい時間じゃない。僕の心配をしてくれるのかい。かわいいね。今日から1週間後、王都で旧国会の集会があるんだ。旧国の英雄である君ならきっと歓迎されるはずさ。何かの罠か。だが調べる価値はある。これだけの人数ならば見つかることもなかろう。おお、ガボク様だ。し、お話が始まるぞ。親愛なる旧国会の友人諸君、祖国の危機によく集まってくれた。だが俺たち素因党と旧国会は危機を恐れない。なぜなら旧国の剣によって必ずや勝利をつかむと確信できているからだ。あれがオンガボク。管理らしからぬ雰囲気だな。今日はそのために君たちも知っている素晴らしい客人を呼んでいる。二度にわたって世界を巡り、ソウルエッジを探索した我らが英雄ファン・ソンギョン殿だ。なんだと。彼は人前に出るのが少し苦手でね、さっきから隠れているようなんだ。そこで今日は巫女が秘跡を使って彼を探し当てる。なに、旧国の剣を探すよりもはるかに簡単なことさ。あの子が前にあった。何をする気だ。ソーラもらうよ。なんだ。力が抜けてゆく。これは。ほら、実に簡単。今立っていられるのはあんただけだ。でも天雷国太、時代レッタ、神雷コータ、玉帝神業、救急如立れよ。これでもう立っていられないな。はじめまして、ファン・ソンギョン。俺は呪怨剣の牙僕。すぐ忘れちまうだろうが覚えておきな。
の人々に何をした？ソウルエッジの破片を使って魂を吸ってるんだよ。あんたの予想通り、あの剣は大層悪い剣ですからな。すぐにやめるんだ。手遅れだよ。だがあんたは死なないから安心し。あんたにゃソイン島のお偉いさんを殺してもらいたい。そしたらドインの奴らのせいにして全員粛清。英雄も役人も軍人も邪魔な奴らは全部入れ替えだ。そんなこと誰がするものか。それがやっちゃうんだよな。今植えた邪気の種子が芽吹けば、あんたは立派な強戦士だ。なんだ、俺が俺でなくなっていく。ああ、そうだ、俺を盛大に振ったあの生意気女を殺させてやるよ。あの平手打ちのせいで一週間も飯が食えなかったからな。海な、あ、そいつだ。見た目で騙しやがって。何も買ってないじゃないか。誰かに無理やり変えられるくらいなら俺は。するだ。英雄ってのは死に様もかっこいいね。さて、ここは燃やしてずらかるとするか。痛むだろう。不遂で3ヶ月の間癒し続けたが完全に治っちゃいないからね。3ヶ月も。死ぬほどの傷だったんだ。早い方さ、奇跡と言ってもいい。強い体に産んでくれた父親と母親に感謝しな。だが休んでる暇はないよ。あんたはこれから道教の術の基本と武術を収めなきゃならない。術を治める。そうだ、あんたはこれから牙獄のような人外の連中と戦うことになる。人間相手の戦い方だけじゃいいようにやられちまうからね。牙獄を知っているのですか？知らぬものか。あいつは私ら一族の恥だ。必ず止めてやらねばならない。つまりあんたと私は同じ目的を持っているということさ。ああ、言い忘れたね。私は元アメン王さんのウォンスヒョンだ。ついてきな。あんたにはこの国を離れられない私に代わって世界に散ったソウルエッジの破片を集めてきてもらうよ。ソウルエッジの破片をこの国に持ち帰ってきたあんたにはその責任がある。Su Hyeon regaled Hwang with tales of exploits, Taoist methodology, and talismans. He learned that Soul Edge is a cursed blade, often called the Sword of Destruction,
it feeds on the souls of men. Now shattered, its fragments were scattered the world over. What few Hwang recovered fell back into Gabok's hands. Gabok intended to plunge Korea into chaos, using the power of the fragments, then gather as many souls as he could to complete Soul Edge. そうだったのか。俺が祖国に災いを。自分を責めることはない。あの石ころは普通ならほぼ無力なんだ。その意味では確かに旧国会はソウルエッジの使い道を知っていたのさ。それにあんたが旅先で活躍してくれたからこそ私も助かったんだ。俺がスヒョン殿を。あんたが昔助けた旅人の中には私の大事な協力者もいたのさ。ま、覚えちゃいないかもしれないけどね。 After months of rigorous training, Soo Hyun declares Hwang's preparation complete. But the elderly monk took note of one last obstacle. The seed of evil planted in Hwang's body. Should he come in contact with an evil aura strong enough,The seed would consume him. カギになるのはこの摩天嶺の遺跡に昔からある城魔教だ。私がこの国に残らなきゃいけない理由の一つさ。こいつはある条件を揃えることで強い浄化の力を発揮する。それで。スヒョン殿はこの遺跡を守り続けている。そういうことだ。ガボクみたいなやつを近づけるわけにはいかないからね。まあ私も教わった話に過ぎないから詳しい仕組みまでは知らない。だけど十分な数の破片が集まればきっとその体も清められるはずさ。何にせよ現時点で邪気の種子は払えない。だからあんたにこの呪符を授ける。これは白豪符。命を削って超人的な力を得る呪符だ。これを使えば一時的だがどんな邪気にも屈することはない。だけど使った後は術者の力に応じた大きな反動が来るからね。もしこれを使わなきゃいけないとバレたらガボックには勝てないだろう。幸いあんたは死んだと思われている。だからこれからあんたは顔と名前を隠して戦うんだ。確かに俺はあの時死にました。そしてファン・ソンギョンという男は今も死んでいる。辛いかい？ いえ、俺にはなすべきことがありますから。気になるとすれば孫式道場の皆に心配をかけていることでしょうか。だからこそ一刻も早くソウルエッジの破片は持ち帰ります。ああ、旅先には私の協力者もいる。何かあったらすぐに知らせるよ。それではスヒョン殿、また。
旅の人かい。酒、保存食、土産物、いろいろ置いてるぜ。こいつらの合言葉は以前の旅で把握している。銀の娘は谷から戻ったか。珍しい獣を飼ってきた。どうだい、見ていくかい。ああ、頼む。奥の階段を降りな。邪教集団フィグルセステムス、このような町にも奴らの支部があるのか。以前の神殿ほどではないにせよ、町の地下にこれほどの規模のものを築くとは。高祖父はこの奥を示している。機関の連中が神殿に火を。アバル、別の勢力か。はっ、なぎ伏す。ほう、陽動を仕掛けたつもりだったが、鼻の利くやつがいたようだな。火を放ったのは貴様か。市街の地下で危険な真似を。誤解を解く必要もなし。ソウルエッジの破片もらい受ける。疑ってすまんな。詫びと言ってはなんだが、俺の自慢の料理をご馳走しよう。興味はあるが考えさせてもらおう。まずは、ああ、この場を切り抜ける。実に素晴らしい陽動作戦でした、ビルヘルム殿、ファンソンギョン殿。おかげで奴らの神殿に関する情報をかなり集めることができました。できれば今後も引き続き協力いただけると助かります。こちらこそ、いろいろと情報を聞けて助かった。だが
まさか旅先でこの名を呼ばれるとは思わなかった。スヒョン様は昔からの協力者ですからね。必ず秘密は守ります。例の治療の件とグローさんの情報も頼むぞ。ええ、十二の座のディオン様、ナタリー様にも報告はあげています。近いうちにディオン様がこちらの支部にいらっしゃるそうですから、ファンドのもお会いになってはいかがでしょう。俺のようなものがそんな簡単に幹部に会っていいのか。もちろんです。ファンドのはアバル機関の恩人でもありますから。どういうことだ。それについてもきっとディオン様がお知らさいますよ。承知した。例の場所について調査を終えたらまた戻ってこよう。それで本当にオストラインスブルクに侵入するのか。今あそこへ向かうのはあまりにも危険だぞ。ああ、ソウルエッジがもたらした最悪の跡を俺は調べる必要がある。ならばボルフクローネ王国に立ち寄っていくといい。俺の紹介状があれば王宮で歓迎を受けられる。感謝する。だがそこまで好意に甘えようとは思わん。クーゲルホフと言ったか。お前の料理美味だったぞ。気に入ってくれて何より。あんたが甘味好きでよかった。ああ、ミナノ。いや、去る人物の影響でな。ん？去る人物では分からんな。語りたくないなら構わないな。そういうわけではないが、説明が難しくてな。敬愛する恩師の娘なんだが、俺はミナのことをどう思っているのだろう。恩師の娘、妹のような存在、それだけなのか。まあ、大事な人ということか。そいつのためにも決して犬死にはするな。そうだな、忠言感謝する。みんな、お前も無事でいてくれるといいが。オストラインスブルク城、近いようだな。凄まじい邪気だ。これ以上近づけば邪気の種子が暴走しかねないが。そこにいるのは何者だ。俺はチークフリート・シタウフェ。かつて、いや、今は時間がないんだ。もしオストラインスブルク城を目指しているならば頼みがある。背に負った巨大な剣、かなりの使い手のようだが、勝利の球ということならば聞こう。ありがとう。城の中に囚われている人たちがいる。彼らの命がかかっているんだ。この地図を、隠し通路を抜けた先に力がある。信じよう。君はどうする。
俺は少しでも遠くへ行かねば。事情は聞かない。達者でな。やむを得、白豪符を使うとしよう。反動が来る前に急がねば。大声を出さず早く行くんだ。右の回廊の先にある床の穴が抜け道になっている。かたじけない。さあお前も早く逃げるといい。私はこの通り、奴らの拷問で足が動かぬ。むごいこと。ならば俺の背につかまれ。そこまでにしてもらおう。大事な餌をどうするつもりだ。貴様が彼らを閉じ込め苦しめた悪か。かつて手合わせをした覚えがある。よもや邪剣の使徒だったとは。逆に問おう。彼らを閉じ込めてどうする。魂の質を高めているのだよ。我らの王が復活を遂げるには良質な魂が必要だ。ただ生きているだけでは魂を磨く機会がないのでな。さまざまな圧力をかけている。憎悪、苦痛、快楽、飢餓、どのような試練がより贄としてふさわしい魂を作り出すのか、まだまだ手探りの状態でね。逃がされると少々困る。危機のせぬことまでよくしゃべるこの下道めが。略奪に走る傭兵崩れや雑魚ばかりを刈り取る下等なイビルよりは良心的なつもりだがね。と言っても無駄だろうが、仕方あるまい。腕前は無論のこと、その心の中にある闇が。俺の心に闇があるだと。誰もが心の中に深い闇を抱えており、時に正義の顔をして現れる。貴殿のような方は自分で気づくことはできないかもしれないが、だが我らが王ならばその扉をすぐに開いてくれる。
貴様が王と仰ぐ存在とは新たなソウルエッジの扱い手か。青騎士は一度敗れた後復活を遂げたのだ。キルも先ほど哀れたのではないかな。俺が青騎士と、まさかあの若者が。我が王は気まぐれでしてな、時々はやってどこかへ出かけてしまう。だがその悪癖もじきに収まる。所詮は発作のようなものですからな。さあ勝者の権利だ。こいつを連れていくといい。この城はイビルの巣窟、急ぐことをお勧めする。先に逃げた者たちもしっかりと保護してやってはいかがかな。さもなくば下等のイビルどもに駆られてしまうかもしれませんからな。卑劣な。我々はいつでも貴殿をお待ちしています。正義の使者ファン・ソンギョン殿。どうだ、動けそうか。わずかだが歩ける程度には。なぜ敵国の私は助けた。戦は互いの正義をぶつけ合うがゆえ善悪の計りの性質も変わる。だが今は戦の場ではない。だからお前も助けるべき者の一人だ。甘い考えだ。だが感謝する。まずいのは俺が生きていると知られたことか。